こんにちは。ね、お地蔵様もね、こう小銭にいっぱい埋もれていますね。ああ、紅葉真っ盛りって感じですね。この日はね、本当に風が強くてね、風が吹くたびに紅葉が落ちて水面をこのように覆っていました。こちらがね、深紅のもみじです。先日お話ししたものですね。本当にね、どっからどう見ても深紅で、この木が特にね、真っ赤っかなんですよね。なので訪れる人は皆さんこちらを下から上を見上げましてね、写真撮られてました。こちらが根津美術館の庭園の入り口です。ガラス張りになっていて中からも楽しめます。こちらが根津美術館の入り口ですね。美術館は隈研吾さんが設計されました。大都会の中とは思えない静寂の空間です。皆さんもぜひ訪れてみてください。